はい。おはようございます。こんにちは。沖縄おばばでございます。はい。え、たまちゃんのね、ひとりごとさんのブログです。あ、あ、あ、ごめんなさい。暇つぶしさんですね。たまちゃんの暇つぶしさんのブログです。はい。なんかね、これ言い得て妙というか、本当に真実だなと思っていることが書いてあります。 ぜぜひぜひ見に行ってくださいもう何が真実かっていうとこれなんですよつまりね「日本の日本のね日本人のね日本人のね真のね敵キー」ですね敵キーはねなんと「日本のアウトセーフ」ということですはい <laughs> まあ は、まあ、ろくなことはしませんよ。はい。もう在庫処分場になってますね。日本は在庫処分場ありとあらゆるものの在庫処分場になってます。はい、意味わかるでしょうか？はい、他のねえー。国々がね。使ってないようなね。点々のね。カーのブツブツとかね。はい。 ちくわのかまぼことかね、そういったものがね、ヌッポンに押し寄せてきているということなんですよ。はい。あーって感じですね、もう。しかもそれに加えてね、ヌッポンはね、また変なことやりだしましたよ、変なこと。はい。気がつけば、なんかね、うに味方しちゃってます。はい。 これ、まずいんじゃないんでしょうかね。はい。そしてね、えー、ロの方ですね。ロの方は、ヌッポンはね、えー、ネオネオのね、ネオネオのナチンナチンの友達なのかと言ってます。もうね、これね、あのー、本当私ね、えー、あの、ロの人たちに言いたいです。はい。えー、 そういうつもりは、虚空の民々には全くございませんと。うわーって思いましたよ、これ。<laughs> これ、本当にまずいですよ。つまり、ロはそういうふうに見ているっていうことなんですよ。はい。はい。あーって感じですよね。 もう、しょうもないことばっかりやってます。はい。しょうもないことばっかりやってます。ぬっぽん。もう、本当にね、このままだとね、えー、やばくなりますね。ええー、まあ、本当ね、あのー、7月にね、三々のね、ぎーのね、いんいんのね、神数えがありますよね。はい。 えー、それでね、まともな結果を出してほしいんですけど、私ね、この花畑のね、ぬっぽんの人たち見てるとね、どうもね、なんかもう期待できないような気がしちゃってね、もう、お先が真っ暗になってしまいます、本当に。こう言うんじゃね。まあ、これ感じてるの私だけじゃないと思いますね。はい。 多分いろんな人がね、こういうあの感想を持ってると思います。もうなんでここまでね、えー、おかしくなってしまったのかって感じですよね。また、まともな人ね、目が覚めてる人もいるんですけどね。なんか、少数ですね。はい。もうしょうがないですね。本当にあの、バイブルに書いてある通りですね、聖書にね。はい。えー 皆さん、広い門を通って行ってますね。はい。狭い門はね、本当に、あの、一部の人だけです。はい。そういうことでございます。もう、なんちゅうこっちゃっていう感じですよね。もう、開いた口が塞がりませんよということです。はい。ーもう、やめてほしいですね。はい。ああ、もう、どうするんでしょうね、本当に。 ロアそういう風に見てますよ。はい。ネオネオのね、えー、ナチンナチンのね、お友達だって。やばいですよね、これ。もう、もう、ほんとね、えー、ほんとにもう、もうね、何と言ったらいいか、もう言葉が出てきません。もう、なんとなくね、あのー、思ったんですけど、 はい。えー、何て言うのかな、もう、どうしようもないですよね、これ。どうか一人でもいいので、えー、目が覚めてくれる人が増えてね、えー、7月のね、先生の極境にはね、こいつらを落としたいですよね。そうじゃないと、本当にやばいことになると思います。 はい。まあ、ここまでです、配信は。とりあえず、あのー、まあ、今日はまだありますけどね、この配信はここまでです。えー、とりあえずね、これね、概要欄のところにね、概要欄じゃない方がいいかな。コメンコメンところにね、ぺったんこーってしときますので、皆さん見に行ってください。もう、呆れ変わります。何をやっとるんじゃって感じです。はい。それでは皆さん、また。 ごきげんよう。沖縄おばばでした。